はい、どうもこんにちは、小川です。今回は、リージョンをね、久しぶりにがっつりやってみようかなということで、面白い企画用意しました。というのも、皆さんリージョン最近使ってますか？使ってないでしょう。でね、リージョンの良さを知っていただくためには、多分これが一番いいと思いました。僕、今回ね、狂乱使わずにゲームします。というのも、やっぱりその狂乱を使わずにリージョンやることによって、いかに狂乱がね、大事かというのが多分伝わると思うんですよ。ということで、めちゃめちゃ不安なんですが、やっていきたいと思います。で、今回の動画なんですけど、昨今ね、歌、歌手の方が、ファーストテイクっていうのをね、よくやってはると思うんで、僕も今回、ファーストテイク、これぶつけ本番一発でやっていきたいと思います。だから負けても、そのまま動画にします。ということでめちゃくちゃ不安なんですがやっていきましょう。どうぞ。はい、ということで怒りの聖書かー。やっていきましょうか。やっていきましょう。で、今回ね、狂乱一切使えないので、もうとにかくね、いろいろ考えた結果この構成にしました。とりあえず行こうか。で、パークの詳細は、概要欄じゃないわ。テロップで補足入れとこうかなと思います。で、アドオンは当然なしですね。基本的に全部狂乱にまつわるアドオンなんで、なしです。どっちみち使わないので。いましたね。早速、ファースト殴りをして。これいけるかな？小屋板切ってもらおうか。で、今回こういう構成で来てるんで、もうガンガン突っ込みます。うわ、それ飛ばへんのか。ちょっと意外やな。飛んでくるかなと思ったんですが、あれ？これいけるな。多分飛びますね。あ、飛ばへんのや。あ、これ意外と見てる？あ、意外としっかりしてるね。案外いけるかなと思ったけど。オッケー。早速1台回っちゃったね。で、これすげえね、不幸中の幸いと言いますか。うわ、触ってんな。めちゃくちゃラッキーなことにオブセッションいないですね。間に合うかな。間に合った。危ねえ。よかった。で、これいけそうやね。で、正面窓枠多分飛ぶかな。デッドハートなかったら当たると思う。めちゃめちゃでかいっすね。で、これ救助者ボロ隊持ってなかったら、そのままトンネルでしばきます。この企画はね、とにかく、狂乱のありがたみを知っていただく。もう触らんといて。近く潜伏やな、これ。上行ったか。一人上行ったか。上行こうか。全員隠して、上登って殴る。で、これ窓枠飛んだね。窓枠飛んで多分90いくと思う。痕跡残ってるんで、行ったね。オッケー、アダム行った。これ、ボローがあるかもやから、とりあえずは、救助せえへんのか、それ。君以外全員不傷やで。大丈夫？当たる。当たらんか。いや、それまずいんじゃないか？それまずいんじゃないか？そこの位置でのチェイスはめちゃくちゃ握手やで。多分、あなたは切られへんけど、さすがに握手や。それは握手これはもう離れちゃった方がいいですね。小屋は非常にチェイスが有利なポジションなんで、チェイスしたくなるやろうけど、ここでチェイスしちゃうと救助来れないんでね、離れるのが一番いいです。なおかつ全員負傷中やったんで、これはもうほぼほぼ勝ち確ですね。フックが近いんで、これ、ベタキャンが最も最高率全滅に近づく、最良の選択肢なんですが、ちょっと甘えちゃいましたね。90いくでしょ、裏回って。こっち、来てるんちゃう？来てへんか？一人回してるって感じかな。解放で抜けたんか。すげえな。甘えたんじゃなくて普通に開口で抜けたか。どこ回してんやろ。一人開口あったな。いやー、狂乱。いやー、でもこれ発電機の固まり方がすごいバッと。行くしかないな、でも。ここキャンプしてても、拉致が開かないんで、行きましょう、行きましょう。あ、触っとったね。負傷中。こっちかなあ、それいけるわ。で、今回板突っ込んでもいいように腹痛持ってきたんで、突っ込みたいと思います。この生成はあるね。5番。デッドハードはいける。救助向かうっしょ、さすがに。オッケー、救助いったね。で、一番右端の人が、次で終わりやね。で、この人どうやったっけ？で、発電機がね、両サイドに2個ずつなんで、これ結構ディフェンスしづらいですね。で、今回バーベン持ってきてないんで、まあ、おそらくですけど、これトーテム触るんちゃうかな？触らへんかな？触っとるよね、普通に。で、今回腹痛持ってきてます。十分です、これで。これで十分。で、こういう狙いのために持ってきてるんで、これで十分です。さあ。でね、今のもね、まあ、狂乱があればね、板倒させた後に狂乱切って、戻りながら殺人鬼の本能で、救助者をカンパしていくと。まあ、それがリージョンの基本的な始まりなんですけども、まあ、それができないと。やはり狂乱は強い。で、やっぱりね、リージョンね、ほんまに、まあ、僕は、まあ、ヨウさん使ってるんでね、まあ、余計にあれなんですけど、ほんまにね、ディフェンス能力すごい高いんですよね。これ行きましょうか。90無理でしたね。これ突っ込みます。逆にいいかもね。だからリージョンって多分狂乱切ってくれろっていう多分読みの人多いから、逆に刺さるんかもね。これいけますね。で、一人回してる。デッドハート。オッケー。で、これ、つると見せかけて持ちます。持ちまんちゃう。ごめん。行きます、こっち。どういった？あ、逃げたか。さあ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 。つると見せかけて持ちますって、そのままやないかってなんだけどね。はい。ちょっと、舌が回らん。オッケー。さあ、あと2人。で、これね、さっき痕跡向こう行っとったんでね、多分潜伏か回してるかどっちかやな。うん、回しとるな、これ。うん、で、まだ飛ぶね。で、こういったら多分飛ばへんか。あ、飛ぶんか、それ普通に。で、こうして。一人回しに回しとるやつがおるな。これ、やーこいね。やーこい、やーこい、これ。これ、狂乱切りてー。オッケー。これ、戻ろう。多分、向こう回した人が救助に来ると思うから、急いでね。直行でコント間に合わへん距離やから、今行ってるわ。で、これ、ボローやったらきついな。あ、自分で抜けたか、これ。そして。オッケー。じゃあ、これ釣りましょうか。いや、いけるかな、これ。解放持ち2人おったんか。DS 内のに解放持ち2人は意外やな。多分、向こう回しとるような1人。これ、積んだな。これ、早急に1人ダウン取れたらワンチャンあるけど、多分、向こう速攻回してるから、多分きついと思うんですよね。2人おるやん。これ、どっちか殴れたらめっちゃでかい。オッケー。行こう。で、1人向こう行くな。これ、どっちかダウン取った瞬間、俺の勝ちやね。で、これ、トーテム触ってるの見えたから、行きます、そっち。止めたい。オッケー。これ殴ろうか。で、板壊してくれるな、多分。オッケー。でかい。これも腹痛、板壊しあるで、どんどん倒します。どんどん壊す。で、これは負傷はしたら、まあ、ほぼほぼですね。オッケー。で、倒すふりして。で、こっち側の板ないし、ひょっとしたらそこを回してるかもしれんから、窓枠だけ飛ばれるの注意かな。回しての確認やね。落としましたね。オッケー。で、終わりかな。あれ、おったやろ、今。どこや？ロッカー入ったか？いや、今回しとったんちゃう？カチャカチャーって落とせへんかった気のせい。逃げんのうまいな。あれ勘違いか今。ちょっと喋っとって音聞き間違えた？さすがにこれね、もう、ゲットじゃねえわ。ハッチの位置多分見つけてると思うんですよね。さすがに見つけてると思うから、初動で板を取っていこうという作戦もバチコリ決まってますね。うん。まあ、昔はね、僕、リージョン狂乱自力解除軸の構成が好きで、まあ、どちらかっていうと通常殴り、を軸にしてたんかな、まあ、結局フィニッシュの形が、まあ今、もうこの、あれ触ってたおるね。これ GG ですね。ここの先生強いんだよな。窓枠飛んだね。多分こう回しても、さすがに、この辺の人ら、ここは見てくるやろうから、これ板前待機やな。OK です。これが入るちゃでかいよ。詰まって右行ったね。で GG やね。はいということで対戦ありがとうございました。まあ、ちょっとね正直オブセッションいなかったんで DS をケアしなくてよかったという点ですごいね部がありました。なのでまあかなりラッキーやと思うんですけど、まあ、今回狂乱を一切使わないという謎の縛りでやっていました。まあ、改めて思ったんですけど、やっぱり狂乱は便利。うん。で、これプラスやっぱ狂乱使えると思ったら、まだまだリージョンやっぱ強いですね。で、結構最近ね、まあちょっと自分でも思ってるんですけど、不死破滅の構成僕結構たくさん動画にしてるじゃないですか。で、視聴者の方も多分飽きてきてると思うんですけども、マジでね、相性いいんすよ。この不死破滅が。で、まあ、僕どっちかっていうと、まあ、面白い動画も作っていきたいんですけど、やっぱりね、皆さんが使えるというか、まあ、実際使いやすいのを上げていきたいんで、でね、ちょっと不死破滅、最近ちょっと多く使わせていただいてます。ということで、まあ、喋ってたんですけど、まあ、結果は冷酷で、まあ、ピップ1個で、まあ、なんとか全滅取れました。はい。ということで、今回はリージョンで狂乱を一切使わないという縛りで、プレイさせていただきました。やっぱり狂乱はね、ある方がいいですよね。ということで、まあ、この動画見て、ちょっとリージョン使ってみたいなと思っていただけたら幸いでございます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。